厳しくいくってことは大事になってくると思います。まあ、少しタイト気味にもいかないといけないというところですね。そんな中でラインを上げればいいんですけど、はい、さあ牛の浜切り返す、シュートコースが見えた、シュート、追加点、牛の浜の追加点、今シーズン3ゴール目。深い切り返しですよね。ここで1人かわしてから、そうですね、もうかわしてから落ち着いてましたもんね。もう素晴らしいゴールだと思います。はい、鹿児島市出身の牛の浜拓、今シーズン3ゴール目、鹿児島追加点2対0です。